初代リットン伯爵、エドワード・ロバート・ブルワー・リットンは、イギリスの外交官、政治家、貴族。第二次、ベンジャミン・ディズレイリ内閣期に、インド総督を務めた。在任中、第二次アフガン戦争を起こして、アフガニスタンを、イギリスの保護国となした。リットン調査団の団長、ビクター・ブルワー・リットンは息子である。年月日に、初代リットン エドワード・ブルワー・アリットンとその妻、ロジーナの息子として生まれる。ハーロー校を経て、ドイツのボン大学へ進学した。外交官となるが、インド総督就任までは中ボン公使などに級の外交官職に留まっていた。ボヘミアンな詩人でもあった。1873年に、リットン男爵位を継承した。第二次、ディズレーリ内閣が発足すると、政府とインド総督、 ノースブルック伯爵の対立が深まり、1876年にノースブルック教は辞職した。その公認として、リットン教がインド総督に抜擢された。この人事は、リットン教の父がディズレーリと親しい間柄だったこと、またインド担当大臣ソールズベリー公爵と、リットン家がハートフォードシャーで隣人関係にあるというコネによるものだった。就任早々に、 マドラスやボンベイで大基金があり、500万人のインド人が餓死した。リットン卿は土木事業による雇用喪失を図って合死者を減らそうとしたが、英両インド帝国政府の財政状態が芳しくなかったため効果的にはできなかった。それでも基金対策法の制定によってその後の基金対策の指針を定めたことは大きな功績だった。 1877年のビクトリア女帝即位式を描いた絵画。1877年には、ビクトリア女王のインド女帝即位式を女王の名代として、デリーで挙行することになり、インド各地の藩王や王子主を招いていったが、大基金の最中での式典となったので、インド人から恨みを買ったという、ロシア帝国の南下政策を前に、 アフガニスタンがロシアに支配されることを恐れたディズレーリはカーブルかヘラートにイギリス人外交官を置くことをアフガン王に認めさせるようリットン教に訓練していたノースブルック教と対照的にリットン教は自分がディズレーリとソールズベリー教の代理人であることを公言していたためその意を組んで対アフガン教皇政策を推し進めた リットン卿は、イギリス外交官をカーブルに置くようアフガン王、シールアリー・ハーンに求めたが、シール王はイギリスを刺激しないよう丁重に、しかし断固として断り続けた。しばらくの間は、このような、おしもん堂の昇降状態が続いたが、1878年夏に、ロシアが、ストリアトフ将軍を長とする施設団をアフガンに派遣し、ロシア軍を、 アフガン国内に侵中させるようシール王に強要したことで情勢は急転した。これに激怒したリットン卿は本国の意向をも無視して対ロシア、対アフガン強行策を取り英国施設団を受け入れるようシール王に改めて要求し回答を待たずに施設団をアフガンに派遣したが入国を拒否された。これを受けて1878年11月に アフガンに戦線復刻した。ロシア軍は動かず、イギリスインド軍は早々にカーブル占領とシールを追放に成功した。ヤークーブハーグを新王に擁立し、1879年5月には彼との間にアフガンを保護国化する条約を締結した。これによりイギリスはアフガンの外交権を完全に掌握した。しかしこの後、アフガン人の間で繁栄放棄が多発し、 その鎮圧のために、英領インド帝国政府は、かなりの人的、財政的犠牲を強いられた。その件で本国での立ン教批判が高まっていき、1880年3月に、自由党のウィリアム・グラッド・ストンが首相に就任すると、立ン教は本国に召喚されるに至った。しかし帰国後には交遇され、立ン白爵位を与えられた。 1887年11月から死去する1891年11月まで中フランス大使を務めた。フランス人からは好意を持たれる大使だったという。それについて、リットン教は私はインドに自分の人生を捧げた。しかし、皆が私を批判した。私はここでは何もしていないのに、褒めそうやされるとひねくっていた。 1876年3月18日のバニティフェア氏に描かれたリットン教。1873年1月18日の父、エドワード・ブルワー・リットンの死去により、以下の借位を継承した。1880年4月28日に、以下の借位を新規にノブされる。妻エディス1864年のエディス・ビリーズと結婚し、以下の七子を設ける。ありがとうございます。